吉野さんある人のセミナーの後の飲み会での事件ですその飲み会では「よしもうおごりますよ俺が全部出しますみんな食べて飲んで」っていうふうに気前よく言ったら「おいみんなアイス食べようぜ」アイス欲しくもない人まで釣られて食ってましたね会計10万遠慮すんなよこの野郎みたいなね ね、怒りますよっつったらちょっと遠慮してねなんか残ったものを食べましょうかとかねまあアイスはあれだからちょっとドリンク一杯飲みましょうかみたいなねフリードリンクのを頼むとかそういう配慮はないのかとないなぜならドッカーンってなってるからですよねそこではねみんなして人のお金は使え使えとねランチ期騒ぎですよ会社員ならではですよね会社の経費使え使えみたいなね そして会社員は残業することをまるでねいいことのように言いますけども経営者からするとふざけんなと余計に電気代かかってんじゃないかと人間の管理の費用がかかるんだよそして何よりスタッフが帰れないと管理者たる上司は帰れねえんだよみたいなねそれが何何いや社長が帰らないから僕らも帰れないじゃないですかってね怒ってるというねあの顔もう忘れないぞみたいなねことを考えながら 様々思いを馳せてるんじゃないでしょうか最近の吉谷さんはね、うん、まあでもいろいろ懐かしい思い出ですよねあなんかそもそも仕事をするのにわざわざね血鬼集会やったりとかね飲み会やったりとかねなんかわけのわかんない二次会とかカラオケだとかやってそんなことしないとやら気にならないのかと思いますよ世の会社員ねえ諸君あの働いたから 給料が出るんんじゃないんですよ利益を出したからその一部をどうぞっていう風にお返しが来るわけですよ。会社に利益を出してない人が会社に損害しかかけてない人が何で給料をもらうんだって話じゃないですか。ひいて言えば社会的な全く用をなしてないのになんで社会から恩恵を受けようと思うんだみたいなねことがあります。これがだからビジネスの世界ですよ。ただしビジネスの世界から外れると本当に人はね 笑顔だけけでで価値があるるし、生きてるだけで、えー、素晴らしいいと思いますよ。そこは別に人権をどうこう言うつもりはなくっていや本当にねみんなで目標達成しなくてもあの幸せにフラフラと生きていけるんだったらこんなにいいことないんですよでも結局誰かが食料を作んないといけないし誰かが下水処理しなくちゃいけないし誰かが電気を維持しないといけない保安管理しないといけないでしょ。でそれを好きな人が本当にいるのかなって言ったらそうじゃないと。 給料が出るから仕方なく家族を支えるためにその仕事に責任感を持ってやってるっていう後付けなんですよねもちろん大好きでやってる人もいると思いますけども社会の一翼を私たちが支えていくっていうところはやっぱりみんなでこの世の中作ってる以上うん無視できないところなんですよただ一つの会社組織に入ってね時間が来たから帰りますみたいな人はそもそもいらないわけじゃないですかじゃあなんでそういう人が採用面接来たんですかみたいなねそそれこそ 君、バイトでも使うの難しいよ、みたいなね、トラウマですよ。うん。まだまだね、いろんなエピソード聞かせてもらいましたけども。本当にね、トラウマですよね。本当のトラウマってのはこういうことですよ。<laughs> それをね、トラウマと言うんじゃなくて、こうやって面白おかしく笑いながら喋れるってことは、今、現状が結構いい感じになったってことなんじゃないかなと思います。つまりは、トラウマでいつまでも囚われているのか、それともトラウマから脱出してね、 鳥のように大空を自由に羽ばたいているのかってことですよや吉田さんね私はねあの熟成さんと会ったりとか集まったりってそ,のそんな嫌いじゃないんですよただ今家庭を持った時にやろうって気にはならないですね、えー、ただ熟成さんがね私と会うことによってやる気になってくれるんだったらそれは惜しむべき労力じゃないかなと思うんですけどもでも会わなければやる気にならないんだったらそもそもビジネスってもうねやめてしまいなんですよね そそれこそ誰かが頼むからやるんじゃなくって自分が必要だから生み出すわけじゃないですか、ね、自分の暮らしを豊かにするために自分の悩みを解決するためにそこに全てのミッションが詰まってるわけなんですよで自分で自分のことが解決できるようになったら自分のことが解決できない人をお手伝いしたくなるそれがビジネスであり商品販売商品提案相談に応える Q&A ってことなのかなと思いますよね 今回はね、トラウマの音でお届けしましたけどもあなたはどんなトラウマは抱えてますかそのトラウマはまだトラウマですかそれとも今では笑い話ですかいってらっしゃい。